皆さん、こんにちは。私、株式会社シマの企業文化コミュニケーション部文化推進課の阿部と申します。よろしくお願いします。改めまして、この度は第6回ソーシャル産総企画コンテストの説明をお聞きくださりありがとうございます。このコンテストにご関心いただきまして、誠にありがとうございます。それでは早速説明を始めさせていただきます。本日の内容になります。こちらの5つの項目についてお話しさせていただきます。まずはじめに、株式会社シマノについて簡単にご紹介差し上げます。会社概要です。創業は1921年で、おととし2021年に、おかげさまで100周年を迎えました。主な事業としましては、自転車部品、釣り具、の関連製品、ローイング、ボートですね、競技用のボートの関連用品などの開発、製造、販売をしております。31の国と地域に広がり、49の連結対象子会社がございます。当社の製品であります、自転車部品、こちらは、デュラエイズと、いうロードバイク用コンポーネントの最高峰の製品になります。また、釣具に関しても様々な用品開発しております。こちら、本社ビルと、マニュファクチャリングテクノロジーセンター、工場の事務所になります。現在、本社ビルは建て替えてますので、こちらのビルはないんですけれども、かつてこのような姿をしておりました。こちら、先ほどもご説明したマニュファクチャリングテクノロジーセンターと、堺インテリジェントプラント SIP といいまして、堺にある本社のマザー工場になります。さらに、こちら、テクノロジーイノベーションセンターということで、企画、開発、デザインが集積しています、R&D センターになります。こちら当社のコーポレートミッションです。人と自然の触れ合いの中で新しい価値を創造し、健康と喜びに貢献する。我々の活動のすべては、このミッションのもと実施しております。また、シマノトリコロールプロジェクトという活動にも力を入れております。環境、社会、文化というテーマで、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを活動しておりまして、こちらのトリコロールプロジェクト、シマノのホームページにございます。シマノトリコロールプロジェクトのページで紹介しております。この中で、文化には非常に大きな重きを置いておりまして、我々の基本的なミッションとして自転車文化、釣り文化の創造に取り組んでおります。で、今回、皆様にご関心いただきましたソーシャル産総企画コンテストも、この文化の部分、文化創造活動として展開しているものになります。はい。以上が会社の紹介になります。続きまして、ソーシャル産総企画コンテストのこれまでの経緯についてご説明させていただきます。ソーシャル産総企画コンテストとは、2017年から始めておりまして、当初はソーシャルイノベーション研究ゼミの大学生対象に実施しておりました。自転車で地域の魅力を探求しながら、地域における社会課題を解決する機会として取り組みがスタートいたしました。こちら、ソーシャル産総企画の例になります。サルパ ×3層です。飲食店や小売店、ファーマーズマーケットなどが集中している、東京の青山エリアですが、このエリアを自転車で巡りながら、散策をしながら、余り物や規格外品を集め、調理、実食するパーティーを開催いたしました。サルパというのは、サルページパーティーの略で、賞味期限が近い食品をアレンジして楽しむ食品ロス啓発のイベントです。このようなものと三層を掛け合わせた企画を実施してまいりました。ソーシャル×三層とはですが、こちらソーシャルという言葉、
社会性のあるより良い地域、社会につながる、人や環境、社会への配慮のあるといった言葉と、山荘、散歩のようにゆったりと気の向くままに自転車を走らせる楽しみ方。これらを通じて、山荘を通じて地域の魅力再発見や社会課題の解決につながる持続可能な街づくりを育むこととして実施してまいりました。コンテスト開催の目的です。山荘を通じて地域の社会課題の解決や魅力の再発見に貢献し、そこに住む人が山荘を楽しみたくなる街づくりを目指すこととしております。こちら、2022年、昨年までの参加状況になります。第1回の2016年から第5回の昨年まで、少しずつやりますが、参加チーム増えていっております。昨年は、151名、40チームの企画のご提出をいただき、日本全国からお集まりいただきました。続きまして、本年行われる第6回のコンテストの内容及びスケジュールについてご説明させていただきます。繰り返しになりますが、もう一度、このコンテストの目的です。ソーシャル山荘企画コンテストとは、社会課題に取り組む手段の一つとして山荘を活用し、その地域の資源や魅力を含んだ山荘企画を社会課題に関心のある学生から募り、発表を共有するコンテストです。私たちはこのコンテストを通じて、地域の社会課題の解決や魅力の再発見に貢献し、そこに住む人が山荘を楽しみたくなる街づくりを目指します。応募資格は大学生、大学院生、専門学生、それから短大生になっておりまして、個人の参加、または複数名によるチーム参加のいずれも OK です。ただし、チーム参加の場合は6名までとさせていただいております。表彰はご覧の通りになります。対象が1チーム。それに加えて、優れた山荘の企画を立てられた方を表彰する山荘賞。鋭い視点で社会課題、地域課題に着目したソーシャル賞をそれぞれ1チームずつ選出いたします。スケジュールです。4月24日より今ご覧いただいているオンライン説明を公開しております。エントリー期間は4月24日の12時から7月31日の18時まで。何かご質問などございましたら、こちらのメールアドレス。まで、お連絡いただければと思います。その後、9月29日の17時で、一次審査に向けたプランを締め切ります。10月29日に最終審査に進出する6チームを発表いたします。そして、12月11日に最終審査に向けたプランの提出を締め切り、最後、12月16日に最終審査プレゼンテーションを行います。最終審査会場ですが、大阪堺にあります、島野自転車博物館で実施いたします。最終審査員はご覧の通りとなっております。参加される方々の会場までの旅費、交通費は島野が負担いたします。次に、審査基準についてご説明いたします。改めて、このコンテストの目的を振り返りさせていただきますと、社会課題に取り組む手段の一つとして、山荘を活用し、その地域の資源や魅力を含んだ企画を考えるとさせていただいています。この社会課題、山荘の活用、地域の資源、魅力というのが審査の大きなポイントとなってきます。こちらが審査基準の内容になります。社会性、企画力、地域調査力の3つのカテゴリーと、それぞれ2つの視点の合計6つに分かれております。まず、社会性ですが、1つ目の社会課題の設定は、鋭い視点で社会課題に着目し、普遍性のあるテーマが設定されているか。社会課題の解決は、課題の本質を捉え、他の地域にも応用可能性がある解決策が提案されているかといったことが審査の基準になります。
世の中や地域に様々ある社会課題の何に注目して、どのような解決の方向性を示すのかが問われます。次に企画力です。一つ目の三層は、地域の人物こととつながり、自転車ならではの気づきや出会いを気軽に楽しめる三層企画が立案されているか。二つ目の持続可能性は、三層企画を地域に浸透させ、継続していくための具体的な計画や地域の人との連携、実施体制が構築されているかになります。特別な山荘ではなく、誰もが気軽に実施できるか、またそれが一過性のものではなく、持続的にその地域で実施されていく企画になっているかが問われます。最後に地域調査力です。一つ目の地域の実態は、設定した課題に沿って地域の実態を深掘りし、企画に反映されているか。二つ目の地域の魅力は、課題の解決につながる地域の資源に焦点を当て、またはそれを掘り起こし、企画に反映されているかです。ネットなどで調べることができる情報だけではなく、実際にその地域の実態をつかみ、その地域の資源に着目しているか。またそれを企画に反映できているか。が問われます。この審査基準につきましては、シマノのホームページでも公開しております。画面右上の QR コードからでもご覧いただけますので、ぜひご覧ください。続きまして、昨年行われました第5回のコンテストの内容及び結果について、簡単にご説明させていただきます。昨年、第5回、ソーシャル三層企画コンテストを実施いたしました。151名、40チームの企画のご提出がありました。地域の人口減少や高齢化、交流人口の減少、空き家問題、環境保全、防災減災、住民同士のつながり、そして地域資源の掘り起こし、再発見など、多岐にわたるテーマで三層企画のアイデアが集まりました。ご提出ありがとうございました。今回は、その中から最終審査に選ばれた企画の中で、本年の審査基準に合わせてご理解いただきやすい企画を抜粋してご紹介します。それがこの3つになります。昨年大賞の三ッケ亭与一、特別賞の讃岐和三盆コレクションの2つと、ソーシャル視点で独自の切り口で企画を立てられた山荘防災留学生の3つを社会性企画力、地域調査力の3つの観点からご紹介させていただきます。まず、対象の三ッケ亭与一です。社会性については、与一町の実態や課題について深掘りし、実際にその場所に行ったり、その現地の方々に、へのインタビューを通じて社会課題を設定されていました。そして、課題の解決、によくある、マップを活用することに工夫を加え、町民と来訪者の双方の交流を生むという解決の方向性を導かれました。そして、企画力ですが、山荘自転車を活用して地域を巡ることと、マップに、実際に走った方の感想を書いて共有することで、来訪者視点で気づく与一町の魅力、と、住民が再発見する与一町の魅力が、そこに表現されました。そのことによって、観光者と、来訪者と住民の双方に気づきを与える仕組みを考えられていました。それがさらに、まだ町に来たことのない方々にも波及させることで、持続可能な仕組みを作っていくことを検討されていました。地域ソーシャル力ですが、マップというキーコンテンツを最大限活用するため、必須な11町の魅力、ね、それを知るために、現地に行って様々な場所や人と交流している様子がお分かりいただけるかと思います。この企画は、マップですね、まあ、観光マップしかりですが、まあ、一見するとよくあるツールに一工夫を加えて、地域住民と来訪者がコミュニケーションを取れるツールにしている点が特徴的な部分です。まあ、さらにこの考え方は、
余市町だけでなく、どこにでも展開できる可能性があることから、社会的な持続性も高い企画であることが評価されました。次に、香川大学のさぬき和三盆コレクションです。香川大学のチームでは、香川県の課題について、常に有名になりすぎているうどんの陰に隠れている地域資源に焦点を当てられました。うどん以外の魅力が伝わっていないことと、香川の伝統的砂糖菓子である和三盆に着目して課題を設定されました。そして、香川常の様々なスポットを自転車で辿ってその魅力を知るとともに、そのスポットの和三盆の木型をゲットできるという企画を立てられました。単に地域を巡るだけではなく、訪れた場所をかたどった木型をもらうことができる。そして最後には、それで和三盆を作れるところまで、つながっている点が、三層を活用された企画になっている点。として評価されました。また持続可能性という点では、実際に企画を自治体に持ち込んでプレゼンテーションを実施され、改善にまでつなげたという行動力が評価できる点になっています。そして、地域調査力という点では、木型のモチーフとなる場所をくまなく探し、その地域の魅力を地図に落とし込んで、さらに文化施設や伝統的商業施設の知名度向上につなげている。そして文化の継承をしていくという提案になっておりました。さらに、企画のポイントとなった木型は、実は学生さん自身がデザイン、制作して、使ったというのもユニークな点でした。この和三盆コレクションですが、学生の方々が作られた動画も公開されておりますので、右側、画面右上にある QR コードからご覧いただければと思います。そして、3つ目です。大阪経済大学の留学生の方々が考えられた三層防災留学生という企画をご紹介します。特にソーシャル視点で、皆様にご覧いただきたいというふうに思います。きっかけとしては、災害大国である日本に留学している彼ら、彼女たち自身が自らの問題意識に焦点を当てて、地域を知り、防災意識を持つということを課題として設定されました。そして、地域の防災に関連する場所、つまり川や公園、防災拠点などを自転車で巡り、どこに何があるのか、もしもの時のための行動はどのように取るのか、など、防災意識を高めるために、山荘を活用した企画を立てられました。山荘という自転車で思うままに走るということを通じて街のことを知る。防災のことはもとより街のこと自体を知っていくことにも役立ったと思います。さらにこの企画の将来像として防災リーダーを育成するという構想を立て持続的な活動にするというプランも盛り込まれていました。そして、地域の防災関連のスポットを巡るため、自転車を活用して調査することと、それだけでは十分に知識を得ることができないことから、民間、地元の防災士の方とコンタクトを取り、より深く地域の実情を知る工夫が施されていました。周囲も巻き込んだ深掘りが評価できるポイントになっているかと思います。そして、その後の各チームの進捗がいくつかございますので、お知らせさせていただきます。まず、北海道からいただきました、北海道科学大学、函館大学、それから富士女子大学の4チームです。この大学全体で結果報告会をこの2月に実施されました。それぞれの大学のある余市町、函館市、石狩市の関係者の方々も集合され、今年の5月頃から各チームの企画を具現化する方向で意見交換をするという場を設けられました。また最後に紹介した大阪経済大学では、このコンテストをきっかけとして防災ピクニックというイベントを実施されました。
実際にコンテストで辿った場所に行き、そこにある防災設備を、地元の消防署の方のご協力で、見学、体験し、また、防災用のかまどベンチで炊き出しをするという活動を、大学、民間と協力して実施されました。こちらは、大学からのメディアリリースになりますが、実際の様子は各種、テレビ、それからラジオなどでも、公開されました。はい。以上になりますが、最後に審査基準のおさらいです。それぞれのポイント、社会性、企画力、地域調査力の3つを抑えつつも、学生の方々の自由な発想で魅力ある企画、プランニングを期待しております。最後に、山荘についてご紹介させていただきます。山荘は、アルファプラス自転車と定義させていただいております。自転車そのものを楽しむのではなく、自転車を手段として、別の目的を楽しむ。自転車を楽しむのではなく、自転車で楽しむ。といったことをコンセプトとしております。散歩のようにゆったりと気の向くままに思うままに走って偶然の出会いや発見を楽しむのが山荘です。山荘は歴史、食、文化、自然、風景などあらゆる物事、これをまあアルファと呼んでおりますが、それを自転車で楽しむことでそのものをより豊かに感じることができると思っています。地域を知る。伝統を知る、自転車で地域を巡ることによって、その価値を再認識することができると思います。点と点を結んで、さらに面に広げること。そうすることによって、地域の暮らしや景色、風土、人が見えてきます。山荘にはそのような魅力があると考えております。自転車ならではの、まあ、山荘ならではのゆったりとしたスピードで、地域を巡ることによって、設定される課題に対する解決策みたいなものを、発見していただきたいというふうに思います。こちらは、当社が運営しています、東京にあります、ライフクリエーションスペースオーブで実施している山荘の事例となります。アルファプラス自転車ですね、七福神、ですね、地域の神社を巡って御朱印を集める。まあ、それに自転車を活用する。花を見たり、場所を訪れたりするために自転車を活用する。また、被写体を探すために自転車を使って走り、ここと思ったタイミングでシャッターを切るカメラ山荘。パン屋さんを巡って、走る、パン特設のジャム山荘などを実施しております。はい。山荘のご説明以上になりますが、この山荘、ソーシャル山荘企画コンテストの過去の作品は、コンテストの公式ノートのページで、ご覧いただくことができます。昨年の企画内容はもちろんですが、それ以前の内容もいくつか掲載しておりますので、ぜひご覧いただきまして、皆様の企画にお役立てていただければというふうに思います。はい。以上で、私からのご説明を終わります。長い間ご清聴いただきましてありがとうございました。